はい、どうも吉谷です。今回ですね、LINE アットに登録していただいている方から LINE でメッセージ質問いただいたので回答していきたいと思います。吉谷さんこんばんは。一つ質問なのですが、今ホームページを作っていて、ホームページに LINE アットから飛ばせるようにしたいと思っています。ホームページに、LINE アットからホームページに LINE アットから飛ばせるようにしたいと思います、思ってます。ホームページ作成でいろいろ調べてみたのが、正直ネットビジネスに向いているホームページ作成サイトはが分かりません。教えていただけないですか、というところで、結論ですね、向いてるか向いてないか、向かせるか向かせないかですね。もう一度言いますね、向かせるか向かせないかです。まあ、結論、何でもいいですっていうと、何やったらいいんですかっていうなるんで、一つ言うんだったらワードプレスですね。はい、なぜワードプレスがいいのかっていうと、カスタマイズが無限に、ほぼ無限にいろんなカスタマイズができるってことですね。ただ初心者の場合だと、ドメインを取ってサーバーを借りてワードプレスをインストールするっていう作業が難しかったりするします。でここで壁で、いろいろ調べていろいろ挫折したりとかするんですけれども、ただ中長期を考えた場合、絶対ワードプレスの方がカスタマイズしやすいので、ネットビジネス系というか、普通にブログサイトを運営している方はほぼワードプレスですね。まあ、ネットビジネスでは、例えばブログアフリエイトで稼いでる人とか、サイトアフリエイトも、サイトもブログも今一緒のようなもんですけれども、稼いでいる人の多分8割7割ももうワードプレス使ってるんじゃないかなっていうところです。はい、でなぜならば、カスタマイズが無ほぼ無限、プラグインとかもめちゃめちゃ出てるんで、あとCSS とかいじれれば本当にワードプレスなのかホームページなのかよくわからないぐらいできると。あとテンプレートも無限に、海外のも含めるとめちゃめちゃ出てるんで、だテンプレート1個パンって変えるだけでその EC サイト風にもできるし、だからそのカスタマイズがもう無限にできますね。であとはワードプレスちょっと難しいっていう場合は、無料のホームページ、制作ソフト、制作というかね、Wix とか、出てます。 Wix だったかな、無料ホームページ、Wix ですね。 Wix とか、あとなんだろうな、Wix が一番代表的なんじゃないかなと思いますね。あとこのドラッグアンドロップでもなんかもう自由にできたりとかするので、簡単に作れますね。あとジンドゥだったかな、ジンドゥってやつもありますね。僕のお客さんでジンドゥをずっと使って、広島の久保さんっていう人がいてるんですけども、その人、最初ジンドゥっていうのを使ってで1億ぐらい稼ぎましたね。要はそのジンドゥっていうホームページにその無料のやつ使って、そこに動画とかを組み込んで、でそこでコンテンツ提供したりとか、リストを取ったりとかいろいろしてましたけれども、だから何でもいいんですよ。でも何でもいいっていうとあれなんで、あれですけど、ワードプレスですね。でもワードプレス難しいっていう場合は無料のホームページでもいいんじゃないかなと思います。あと無料のブログでもいいですしね。例えば無料のブログで言うならばシーサーブログかな、シーサーブログ使ってて、その誰だっけな、ハヤトくんだかな、ハヤトくんだったかな、ハヤトじゃないかな、ハヤトくんじゃなかったっけな、違うか。ずっとハヤトくんじゃないな。そのネットビジネスですげえ稼いでた子がいるんですよ。今あんま動画アップしてないような気がするんですけど、その子は YouTube で集客して、ブログの方に、シーサーブログの方に移動させて、そのシーサーブログのページを LP みたいな形にして、でなんかその僕が稼いだみたいな感じで書いて、で、メルマガ登録みたいな感じで、シーサーブログ、無料ブログをなんか LP みたいな形で使ってましたけど、結論ですね、ハヤトくんじゃないな、
誰だったっけな、すいませんちょっと忘れちゃいましたね。ヒロトあ、ヒロトくんだ、ヒロトくんだ、はい、20代で2億稼いだ29歳 IT 企業社長ヒロトくんヒロトくんですね。ヒロトくんも動画やりまくって、そのそう一番最初はね、後ろに冷蔵庫あるみたいな感じので、チャンネル登録者数1万人いますね。20代で2億を稼いだ29歳からのネットビジネスとは、20代で2億稼いだ20代で2億円稼いだ29歳語るネットビジネスとはっていうリンクをかまして、でシーサーブログですね、で、YouTube 貼って、で、なんだ、リスト取って、あ、もうなんか切れてんな、メルマガをやめたのかな。今そんな更新全然してないと思いますけどね。そうだ、今ヒロト君はやってんのかな、はい、3週間前に動画アップしてますね。そう、まあこういう子もいます、はい、だから要はそのどういう風な入り口を作るかっていうところで、例えば、まあ、YouTube を使って集客して YouTube が入り口ですっていう場合は別に何でもいいんですよ。だって YouTube が入り口じゃないですか。例えばじゃあホームページとかブログが入り口になるんだったら、そのブログのコンテンツが必要ですよね。検索されてでこっちに来るっていう流れですよね。だから、ここが、ちゃんとコンテンツがあるかどうかっていうところなんで、だからどこから集客してどういうふうに持っていくのかによって、別にまあ LINE アットに誘導したいってことなんで、別になんだろうな、まあ、YouTube で、まあ、やってます、うちの塾生さんもやってますけど、まあ、YouTube やってで LINE アットを登録してくれたらプレゼントみたいな、で LP がなくて直リンクで LINE に飛ばして登録っていうやり方も全然普通にみんなやってるし、だから別にブログとかホームページ必要なくないですか。だからその何の媒体でどういう風な戦略で集客していくのかっていう、だから中長期を考えて、中長期を考えてコンテンツをしっかり書いて検索キーワードで引っ張ってくるんであるならば絶対ブログのワードプレスの方がいいですし、ただその何かの媒体があってワンクッションページでかますんだったら、このワンクッションページは何でもいいんですよ。だからヒロト君も無料のシーサーブログ使ってたし、で彼は YouTube が主でここから集客して、で、シーサーブログの無料ブログに飛ばして、そこのページが LP になってて、そこにメルマガ登録みたいになってるわけですね。なんどこを入り口にするかによってって話ですね、によって変わってくると思いますね。例えばもうなんかなんだ、ポッドキャストでめちゃめちゃファンがいるとかね、じゃあそこに対してなんか、じゃあメルマガ登録して、メルマガ始めましたみたいな、でホームだけでいいじゃないですか。じゃあポッドキャストの、ポッドキャストっていう iPhone のそのラジオ番組があるんですけど、それも集客媒体の一つなんですね。でそのポッドキャストっていうラジオ番組で集客して、そこでファンを作って、じゃあメルマガ始めました、ホームに登録してください、これだけでいいんですよ。別にホームページいらないですね、いらない。 LINE アット始めました、LINE アット、ポッドキャストでは話せ、前その真鍋かおりのブログでは話せないなんとかってありましたけど、ブログでは話せない何々、ポッドキャストでは話せないことをメルマガで流しますって言ったら、ファンの人は絶対登録するじゃないですか。だからそこに別にページいらないですよね。って話ですね。だから自分の手はどこに持っていくんですかと、自分の集客媒体の主はどこに持ってくるんですかと。僕は YouTube です。僕は YouTube で集客して YouTube で売るっていう。もう一度言います。僕の場合は YouTube で集客して YouTube で売るんで、なんか媒体ないですよね。まあブログやってますけども、全然力入れてないですね。全然力入れてなくても今200記事あって1記事2000文字ぐらい書いてるんで、4万文字ぐらいはブログに書いてます。力入れてなくて4万文字ぐらいはブログ書いてます。200記事以上あって1記事2000文字以上書いてるんで、力入れてなくてその程度ですね。なんかね、ほとんどの人その見栄えを気にするんですよ。確かに見栄えは大事なんですけども、その本質はコンテンツがないとダメですよ。コンテンツ1個の、そしてキーワードですね。
だ検索流動させるんだったら、そのコンテンツの中にお客さんが検索するであろうキーワードがちゃんと入ってるかどうかなんですよ。 YouTube に関しても動画いっぱいアップロードしてもタイトルに検索されないキーワードが入ってるとダメなんですよ。で僕の場合はもうすでにファンの方がいるんで、ファンの方は別にキーワード関係ないですよね。見てくれるんで何でも。だけど新規の流動に関しては、例えば僕の YouTube に関しては5万回再生されてる動画とか1万回再生されてる動画あります。で通常のやつは100回とかですよ。だけどその新規の流動をするためにいろんなキーワードを散りばめて動画をいろんな形でアップしてます。で僕はなんでいろんな動画をアップしてもマネタイズできるのかっていうと、扱ってるコンテンツがお金だからです。僕のコンテンツビジネスは、何のジャンルかっていうと、お金の悩みを解決する商品を売ってるから、どんなキーワードで引っ掛けたとしてもお金の悩みを 99% の人が持ってるんで、いや僕もう億万長者でお金に悩みがありませんっていう人はあんまいないじゃないですか。いるのは 1% ですからね。もうお金目全然困ってませんっていう人は 1% なんですよ。残り 99% の人はほとんどお金に困ってますから、どのフックキーワードでこう集客したとしても、何ちょっと響く、まあ響かない人もいますよ。うさんくせになって響かない人もいますけれども、興味持ってくれる人はいるわけですよ、だから僕はもうお金に関するコンテンツを扱ってるんで、いろいろ攻めてるっていう、いろいろ攻められるっていうのが一つですね。ちょっと話は脱線しましたけど、まあワードプレスがいいです。はい、結論。ただまあ結論何でもいいんですけどね、これはもうよくいただきますけど、何でもいいです。本当に何でもいいんです。大切なのはそこじゃないんで。確かに人は見た目が9割じゃないですか。人目が見た目9割で判断しますよね。確かに綺麗なサイトの方がいいかもしれないですけど、じゃあテンプレートめちゃめちゃ綺麗にするじゃないですか。でも内容カスカスだったら離脱しません？もう一度言いますね。じゃ あすごい綺麗だなーっつってホームページ行くじゃないですか。行ったとするじゃないですか。でも内容カスカスだったらもう離脱しません？自分が求めてる情報がそこになかったら離脱しませんって話で、じゃあ離脱したら LINE アットの登録もクソもないですよねっていう。要は僕のワードプレスに関しては吉谷拓郎公式ブログっていうブログがありますけど、そこはもう文章のみなんですよ。なんで文章のみかっていうと、動画めちゃめちゃやってるんで、そこで写真も動画も使ってない理由っていうのは、もう動画をやってるんで、ブログの文章で表現できることをブログでやってる、サイトでやってる、文章で表現できる、表現の仕方でアプローチしてるっていう、だからここを分けてます。だから僕の吉谷拓郎公式ブログは、そのなんだ、そのブログの記事にリンクがないんですよ。普通のブログって、普通のブログって、記事があって、じゃあ、リスト登録のために、メルマガこちらとかね、無料レポートプレゼントみたいなのありますけど、僕も一切やってないですね。もうブログの記事はもう記事終了、リンク ほぼないです。てかリンクゼロですね。記事にリンクがないです、ゼロで。なんでそういう風にしてるかっていうと、 YouTube もめちゃくちゃやってるんで、そう、 YouTube は主なんで、ブログは違う形でアプローチする、検索流動で、中長期でちょいちょい来るっていう戦略で、この人こんな人なんだなって言って自分で探させる、っていうマーケティング。要はもう記事のコンテンツで興味付けして、あ、この人なんかやってないのかな、他になんかやってないのかなってブログを探すと、ブログのカテゴリーの中にパスワードっていうページがあるんですけど、そこのパスワードで、LINE アットの案内をしているだけです。だから1記事1記事にリンクゼロですね、それでも、ちょいちょい登録あります。それだけでも、でもそっちの方が濃くないですかね。なんかその、もちろんコピーライティングで登録させる方法もありますよね。欲しくさせて、コピーライティングでブワーってやって欲しくさせて登録させる方法もやってきてましたし、知ってますけれども、向こうから興味持ってもらって自ら探して登録してくれたリストの方が濃くないですかって話で、僕はもうリスト数いらないんで、少ないリストで十分なんですよ。もうそんなにリストあっても回りきれないし見れないんで、一人一人ちゃんと見て、で一人一人に対して商品ちゃんと売る、一人一人を見てちゃんと商品売る、ただそれをやってるだけです。
でそれだけでも先月は売上、450ぐらいですね、はい、ただそれだけで、うん、まああとはどれぐらいの単価を売るかとか、どんな商品の単価のアフリエイトをやるのかによって変わって、その売上は変わるだけですから。そう、まあ、今度ねまた新商品というかまたキャンペーンでね、販売しますけれども、うん、だからその単価によって買えない人に対して安いものも売るし高いのも売るしっていうのを、ま、混ぜてますね、うん、はい。ちょっとこのまま話すとですね脱線しそうなのでこの辺で終わっときたいと思います。はい、ではですね質問いただいた、ネットビジネスを見てるホームページ作成サイトを教えていただけないですかという回答について、回答させていただきました。ありがとうございます。